ぶちかましてやれ。早く試してみようぜ。私もみんなを支えたい。おはようございます。調子は良さそうですね。おかげさまで、どんな力仕事もできそうですよ。手術がうまくいって何よりです。ただ息をくじくようで申し訳ないのですが。バルダーでの傷が悪化し、伏せておられるとのことです。そのバルダーでも陸と海とで不穏な動きがあり、ネアン殿から姫に至急戻ってほしいと。テオもすでにことから王都に戻り、今来ている船はネアン殿の派遣した船だそうです。レティシア、行ってくれ。レイ、王都の危機に戻ってきてくれって声がかかったんだろ。これまでやってきたことが評価されたからじゃないか。国王が倒れたというなら、これまで以上にロンベルトに好き勝手やられるだろうな。風化作りにも支障が出るかもしれない。こっちの状況は逐一こいつでエレナに伝える。後のことは心配するな。わかりました。レビタス石の採掘お願いします。アベラルドはレティシアについていくんだろ。無論だ。こちらのことは任せたぞ。何かあればエレナさんに知らせればよいのだな。私は残るよ。帰っちゃったらレイたちが怪我や病気した時に大変でしょ。レビタス席のことは俺がいなけりゃわからんだろう。オートで朗報をお待ちしています。ああ、オートで会おう。一番大変な作業を任せてしまってごめんなさい。レビタス石の採掘と運び出し、よろしくお願いします。レビタス席のことは頼んだぞ。採掘よろしくお願いします。いつでも輸送できるようここでお待ちしております。王都のことはレティシアたちに任せよう。俺たちはレビタス石を探しに行かなくちゃな。準備が整ったらマルキアの部屋から遺跡に向かうか。遅いな。なあ君、どっかでまったく。あ、もしかして。Thank you.
の辺は危険っすからね。サンキュー。
遺跡探索なんてなんだかワクワクするね。元気だな。これから埃っぽいとこ潜ろってのに。高山外育ちに何言ってるの。そうでなくてもフィールドワークは私の得意分野だよ。そういやそうだった。ま、あんまりはしゃぎすぎるなよ。ラッキー。ラッキー。ラッキー。分かっちゃいたけど、モンスターの住処になってるのか。他国の艦艇を撃ち抜いている。地上の奴らとは違う。蹴散らす。警告、エネルギー残量を見せる。まだまだ行きますよね。見せた。ここでよし。出力後悔しても遅い。合成反応これって発動停止。警告、エネルギー残量不足。安全は確保された。まだまだ敵を不足化した。これって無敵な感じしません。構成反応活動停止。邪魔だ。まだまだ行きますよね。死の方が決めるか。構成反応活動停止。先へ進む。ラッキなんだ今のは。侵入者よけの罠だろうな。敵ばかりでなく足元にも注意した方が良さそうだ。ラッキの消滅を確認。ラッキー。
脇にも行けるところがあるね。レビタス席の実用的な交渉の場所は私にもわからん。地下を目指しながらくまなく回ってみるしかない。ラッキー。対象を発見。それ。戦いに備えろ。発動を受ける涙。ラッキラッキー。敵へ行け。いつでよいけ。必要な成果。
制反応、活動停止、警告、安全は確保された。このリモン、ガルカの祠で見たものに似てる気がする。リモンが刻まれた世界中の遺跡の系譜をたどると、そのすべてはこの古代リモン遺跡にたどり着く。ニーナ、ペンダントが。え？わ、そのペンダントは父さんからもらったもので、セリオリ術師のお守りだとしか。ミダスおじさんは知らないんですか？俺はセリオリ術師ではないからな。ディベルに帰ったらマーキスに聞いてみるといい。父さんやマーキス先生もここに来たことがあるんですか？三賢者は皆ここに来たことがある。お主はフィルベルトの娘であったか。フィルベルトは息災か？いえ、7年前に。そうか。いずれ世が平和になった暁には父の忘れ物を取りに来い。トラス専属はニーナ・デフォルジュをいつでも歓迎するぞ。ありがとうございます。ラッキー。はっ。お、なんだか開けたところに来たな。とりあえず辺りを調べてみるか。また光った。セリオのリモンにすごく似てるのに、どこか違う。空の上の人の目から見て、このリモンってどう？俺たちの世界にも理術に似た紋章術って技術がある。昔どっかで似たようなものを見たことがある気がするんだよな。紋章術？ああ、エレナはその紋章の技術が元になって動いているんだ。はあ、すごいな。リモンで人を作れる日なんて来るのかな。あんまりぶっ飛んだこと考えるなよ。わかってるよ。自分たちの力で育てなかった力に意味はないもんね。ただちょっと行ってみたくなったよ、例の生まれた世界に。あんまり期待すんな。うん、期待してるね。なんだか仕掛けがたくさんあって複雑ですね。聖域だからな。そうやすやすと足を踏み入れられる場所ではない。我々はその資格があるか試されているのだ。じゃあレビタス石を見つけるには、その試練を一個一個乗り越えてかなきゃですね。
行き止まりなのか。もうちょっと調べてみるか。対象を発見。あったぞ。これがレビタス石だ。綺麗な石。これを持ち帰ればいいんですよね。フーガを戦略的に運用するのであればこんな程度じゃ全く足りん。大きな鉱脈を探さないとな。行こうぜ。ああ。マルキア、あんたミダスに何か言ったのか。いいよ、何か思うところがあったのではないか。それ。対象を発見。よっと。なんとか渡りきることができたな。このまま気を抜かずに進むぞ。戦いに備えろ。発動停止。まだまだ見てますよね。見たか。耐えてみな。熱力に行く。強化しても遅い。光線反応。発動停止。少しはやれる奴らだったな。
対象を発見。よっと。よし。よし。
よし。いや、行けるところが増えているぞ。これが本命の道ってことか。行こうぜ。そこに住まう魔物の王で油断するなよ。来るよ。これで無理だ。しません。冷静なあの巨体の死が失礼しよう。まだまだ動けますよね。エネルギー残量不足。よい。逃げられると思ったか。頑張れ。ゴー。失礼しよう。冷静なあの巨体の視界を堪能するのは困難。まだまだ無理ですよね。これって無敵な感じしません。耐えてみな。元を見ておる。私の周りだ。よい。邪魔だ。逃げられると思った。冷静なあの巨体の視界を冷静なあの巨体の視界を堪能するのは困難。バッティングで踏ん張れ。
襲警戒。それ、これ個人的な感じしません？俺に任せろ。冷静なあの個体の警戒。エネルギー残量クリア。生存率低下。どう？なし。すごい、これ全部がレビタス石？これほどの交渉があったとは私も知らなかった。ここを掘り返せばメルティアが想定する数の風牙を作るのに十分な量が取れるだろう。すぐに戻ってメルティア様に知らせよう。レイ、ここまでの地図は記録されてるんだよね。あれ？ニーナ、どうした？ううん、あそこにもリモンが。ん？巨大な紋章反応を検知。巨大な紋章反応を検知。まさかまだ敵がいるの？構成反応は検知されない。巨大な紋章反応のみ検知した。ニーナのペンダントに反応しているのか。何か危険があるのか。いいえ、そんな感じは。でも不思議な光。大事ないのであれば、まずは本来の目的を果たそう。地上に戻るぞ。メルティアと共に採掘の手順を確認せねば。Thank you.
目ざといな。チャンス。モンスター反応。発動停止。次の戦いでこの実力ご覧になる。失礼。後悔しても遅い。ラスト。耐えてみな。まだまだいけますよね。耐えてみな。構成反応活動停止。ラッキ発動停止。これって無敵な感じしますか。敵発。光線反応。発動停止。出力。覚えておく。ラッキゾンビに見える。
活動停止。消える。後悔しても遅い。耐えてみな。骨まで。大量のレビタス石を見つけたぜ。ミダスも十分な量だと言っていた。やりましたね。すぐに採掘と運び出しを始めましょう。俺が監督する。慎重に扱いよ。一族の者にも手伝わせよう。迎えの船にこれを積み込めばいいんですね。そうだな。ちょうどいい。レティシアが向こうに着いたのかもな。エレナ、どうした？レイ、緊急事態です。クロエ、早く立ってベルトランド大佐についていきなさい。エレナさん！おい、どうした？エレナ！まだ事態を把握しきれていないのですが、オートで異変が起こっています。今ベルトランド大佐が私たちのところに。さあ早く、私の部下が先導します。レイ、オートの治安は今危険な状態です。機関に当たっては十分注意してください。切ります。おい、エレナ、エレナ、どうしたの？オートで何かがあったらしい。え、レティシア様たちは大丈夫なの？分かる。何が？レイモンドさん、ニーナさん、大変です。メルティア様、どうしたんですか？浜に新しい船が来たのですが、様子がおかしいのです。カナス大将が現れ、レビタス石の採掘をやめ、我々に投降しろと。投降？何ですかそれ？全く分かりません。とにかく集落の入り口へ行こう、レイ。現れたな、メルティア院長。レイモンド・ローレンス、ミダス・フレグリード。どうして貴様がレビタス石のことに口を挟んでくる？矢に下った理術師ごときが大きな口を叩くな。何？貴様らは恐れ多くも王女殿下をバルダーに無理やり連れて行って危険にさらした。その上、王の臣下たる海軍を勝手に動かし、ニルベスと結んで王国を転覆させようとしている罪に問われている。こいつは一体何を言っているのだ？カナス、真面目に言ってて恥ずかしくないのか？黙れ！逆らうならニルベスの蛮族ともどもこの場で切り伏せる。どちらが蛮族なのやら、その言葉後悔するとよい。かかれ！殺せ！油断するな！よし、後継反応、活動停止。やった！やった！かけるぞ！バカな、これだけの数を。誰がお前をここによこした？
どういうつもりでトラッセン族に手を出した。私が言うとでも思っているのか。死ぬより辛いことは世の中結構あるらしいぜ。貴様らはどうせ王都には戻れん。何？今頃はクレムラーと公爵が国王陛下を拝し戴冠しておられることだろう。何をバカなことを。あの国王をいただいているからオーシリアスはここまで帝国の後陣を拝することとなったのだ。バカだバカだと常々思っていたが、ここまでとはな。レティシアは無事なんだろうな。元王を拝するというのだぞ。その世継ぎなどどうなるか決まっていよう。エレナ。レイ、どうしたの。エレナがダウンした。エレナの信号が完全に途絶えたんだ。エレナ、おいエレナ。まさかエレナが壊れたのか。損傷したならその経過を連絡してくるはずだ。理由は分からんが強制的にシャットダウンされたんだと思う。レテシア王女と少年が危険だな。すぐに戻ろう。マルキア、悪いが採掘を頼む。落ち着け、戻る船もないだろう。こいつらが乗ってきた船がある。脅して素直に船を動かすとも思えん。くそ、どうにもならねえのかよ。聞けば空を飛ぶ乗り物などとくだらんものを作ろうとしていたそうだな。ありえぬ夢物語で人心を惑わす貴様らにこれ以上好き勝手をさせるものか。現実すら見えぬくせに、よくも夢物語を笑えたものだな。ミダス、このままならばフーガはどうなる。廃棄されて永遠に完成しなくなるだろうな。それは許せぬ。仕方ない、我が秘術にてお主たちをオーシディアス王都まで送ろうではないか。本当か。大きく生命力を損なうからあまりやりたくはないが、そうも言っておれんようだ。良いか、私にこれをやらせるからも必ず風画を完成させろ。約束する。どうすればいい。準備ができたら声をかけよう。言ったらこちらには戻ってこられん。準備は入念にするのだ。準備はできたか。よし、皆をここに集めよう。これより道を開く。おそらくオーシディアス王都のどこかに出るだろうが、何が起こるかわからん。警戒を怠るな。長くは持たん。早く飛び込め。ここに入るんですか。大丈夫なのかな。メルティア、後のことは任せたぞ。承知しました。よし、行くぞ。よう、不景気なことになってんな。アベラルドさん、クロエさん、大丈夫ですか。そうだ、テオが裏切ったのだ。ネアンの手引きで公爵をそそのかしてクーデターを引き起こした。ネアンは
帝国の患者だ。なんだと？このままでは姫と陛下が処刑されてしまう。そんなことはお主が決してさせんだろう、少年。お主がかつて見舞われた不幸が今お主とお主の国を救うのだ。さあ絶望から立ち上がれ。お主は生まれながらの騎士だろう、少年。はい。そんな、どうしてテオ様が？わからない、わからないんです。わからんことをわからんままにしてはいかんと思うが、どうだ？ああ、クロエ、大丈夫だな？うん、大丈夫。あんなに辛そうなレティシアさん、見てられない。それに、テオさんも。よし、レティシアと国王を助けに行くぞ。エレナも探さなきゃならないからな。ああ。静かに行くぞ。俺たちがいるのがバレればエレナやレティシアの身が危ないかもしれんからな。まだ間に合うよね。王権の異常を明確にするために処刑にもそれなりの部隊を整えるはずです。急げばきっと間に合います。彼らから姫の居所を聞き出せるかもしれん。ラッキー！と。本当に陛下や姫を処刑するのか？公爵様がことを起こした以上。無理はしないで、約束。後悔しても遅い。押しているだろう。消える。火星反応、活動停止。ラッキー。対象を発見。むやみに近づくと捕まってしまう。距離を取るぞ。全部敵だ。強くなる。対象は見えるんだ。覚えた。気をつけて。逃げられると思ったか。どんなもんだ。ラッキしろよ。まだ何も終わってないぞ。なんで仲間とやり合わなきゃいけなかったんだよ。無血会場のはずだろ。将軍たちにも話が通ってたんじゃないのか。ベルトランド様のことか。俺、ベルトランド大佐に剣向けるなんて、あの人が処刑されるなんておかしいよ。強敵だ。うじゃうじゃいるね。ラッキー。
用度消えるぞ。細かい作業は好きだぞ。完成のようだ。細かい作業は好きだぞ。完成のようだ。ラッキー。対象を発見。敵影を捕らえた。背中は任せろ。存分にやれ。おい、なんでテオ将軍まで軟禁しなくちゃいけないんだ。俺は怪我の治療をしてるって聞いたぞ。レティシア殿下の処刑があるだろ。テオ将軍とレティシア殿下昔から仲良かったし、せめてほら。だからこそ見たくないってことじゃないか。戦いに備え。ベルグホルン殿、脱獄。いつもこうだったら楽なのだがな。ラッキー。
アビー、どうしてここに。まさか助けに行く気か。たった一人で。一人じゃない。なぜこんな真似をした。王家が滅びるならあなたの望み通りじゃないんですか。そうだな。だからこそどれほど馬鹿げたことなのか誰よりも分かってる。あの三人は自分たちのことをビーブスと呼んだ。あいつらの力がある限り王国は帝国には勝てない。今の帝国はあの三人の力で成り立ってる。だから親父はこの決断を下した。バルダーで見ただろう、帝国の異次元の軍備を。分かっていれば決して対抗できないものではないだろう。お前は何も分かってない。あいつらの力は空の上、星の世界から来たんか。お前らさえいなければ今頃レティはアビーと一緒にエダリーあたりで身を隠したまま生き延びられただろうに。遠く離れた地でクーデターを知れば姫が、レティがどうするか考えなかったのか。その辺にしておけ。そいつはお前らより年上な分、レティシアと父親との間で揺れ動き続けた。お前らほど純粋ではいられなかったんだ。俺たちはレティシアを助けに行く。だが助けがあればありがたい。俺にまた裏切れっていうのか。俺がその背を追ったテオニーなら何をしなきゃいけないかわかるだろう。お前にはかなわねえよアビー。俺が捕まったことはまだ周知されていないはずだ。俺が一緒に行けば怪しまれずに済む。考えがあるのか。処刑場に通じる抜け道に案内するって言っても、アビーは知ってる通路だけど、そこからレティを助けに行ってくれ。俺は捕まってるベルトランドを解放してクーデターに加担しなかった連中を動かす。よし。それとエレナがどこにいるか知ってるか。まさか壊されたりは。すまない。ネアンの妙な爆弾を食らって息をしていなかった。おそらくもう。なんだそういうことか。驚かせやがって。え？完全に電源が落ちていて直接再起動するしかない状況か。大丈夫です。それならきっとエレナさんはまだ生きてますから。そうなのか。とにかくまずはその抜け道とやらに急ごう。ここからだと北東の方角だ。行くぞ。王城の中ってそんなにあちこち秘密の通路があるものなんですか。古い時代に使われていた整備用の通路なんです。だから外につながっているとかそういうことはなくて。ちょっと危ない子供の遊び場ということか。ええ、見つけたのは姫だったんです。ガキの頃の積み重ねがまさかこんなことに生きるとはな。ああ、テオもこの通路のことを言い出したのなら昔のことを思い出したと思いたいが。さっきのエレナの話だが、生きていると考えていいんだよな。ああ、外から再起動が必要になってる状態なのは間違いない。完全に気絶してる状態だ。空から落ちてきて手足が破壊されても意識がはっきりしていたあいつがか。無事なのか。正直わからん。
ウィープスの3人って奴らが何かしたんだろうな。対象を発見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 。どこに通じてるかは覚えてるな。広場の先頭の上、レティと陛下に一番近づける場所だ。俺とベルトランドが軍勢を率いて攻め込んで場をかき乱す。そこから先は何とかしてくれ。ベルトランドの解放は俺に任せろ。お前たちは一刻も早く処刑場に潜入してくれ。大丈夫です、テオさん、嘘は言ってません。わかりました。古い通路だし、ガキの頃とは勝手が違う。気をつけていけ。エレナ、やっぱりダウンしてたか。家系とは残虐な。どうやらヴァイル帝国の騎士もかなりの数入り込んでおるようだ。こっちが見つかることはなさそうだが、思ったよりも遠いな。アベラルドさんのチャクラムなら届きませんか？届いても3人を助けることはできません。玉砕覚悟で突撃するしか。この手勢で突入し生還できる可能性は限りなく低い。推奨しない。分かってるよ。だが何もしないわけには。悩んでいる時間はあまりなさそうだぞ。レディ、覚悟を決めたか？そんな。王国の民よ、何も知らぬ諸君らの怒りはよくわかる。だが現王室は去る折にヘルガー配下病の蔓延を阻止できず、今もまた国内に蔓延しつつある病を放置し、ヴァイル帝国との戦に踏み切ろうとした。親愛なる臣民諸君の苦しみをいささかも顧みず、戦に邁進する王室をこれ以上放置できなかったのだ。今日このオーシリアス王国は終わり、明日からは新たなる偉大な国、ヴァイル連合帝国として生まれ変わる。これ以上臣民と
忠勇たる騎士たちの犠牲を増やすわけにはいかぬのだ。先の城塞都市バルダーの戦で先に手を出したのは北欧陛下率いるオーシリアス王国軍であった。すでにバイル帝国ボルドール皇帝陛下は講和を申し入れてきたが、レティシア殿下はそれを拒み、陛下もそれに追随した。これ以上王室に国を任せてしまえば、王国と民の犠牲は、そして戦火は止めどなく拡大しよう。これは平和のための必要な処置である。クソ、やばいぞ。賞賛はないが、突撃するよりあるまい。あ、クソ、これだから王家と関わるとろくなことがない。待ってください。テオ、これよりロンベルト・クレムラート公爵による新たな応答が始まる。ケーリ、ヒオ、しばしお待ちを。父上、ネアン参謀、どうか国王陛下とレティシア殿下の処刑、我が手に任せていただきたい。てめえら、俺の妹にこれ以上指一本も触れさせねえぞ。やるじゃねえか。だが多勢に無勢だ、すぐに潰れるぞ。仕方ねえ、なんとか混乱に乗じて俺がエレナを。待って、エレイン、エレナさんって私でも起こせる？え？あんなのすぐにやられちゃう。でもこの距離なら私はデュマと飛べる。無茶だ、この距離じゃ。これがあればどうだ。熟練の理術師が使えば仮想的な不要理術の媒介となる。できるか？やってみます、レイ。わかった、頼む。こいつをエレナの後頭部に3秒当てろ、それだけでいい。ディマ、ニーナについていけ。承知した、任せて。行くよ。レイは無茶をさせますね。陛下、ご無事ですか？おお、何をしている。殺せ。敵襲、敵襲です。何、進め。ベルトランド大佐、よし行くぞ。
出力。逃げられると思ったか。諦めろ。この装置は構成反応キリコとエネルギー残量を豪華にしても遅い。出力無敵だから。出力俺の力か。活動停止。これって無敵だから知りません。お、頼もしいな。消える、うん、制圧する。構成反応活動停止。見たか。まだまだ出力。エネルギー残量不足。タイプにな。構成反応活動停止。クオリティードか。バッティングレード。こんなはずでは。出力。まだまだいけますよね。そうしよう。やれるやつらだ。また前方敵だ。何をしている、ロラ。ネオン、ベランジェ大佐。おい、あいつは。ああ、野郎も帝国に手を貸すビープスの一人ってことだ。邪魔をするな。今ここで王女を殺してやる。撤退の準備。ネオンは冷静さを欠いている。承知いたしました。待て、この状況を放置していく気か。貴様の腹心にでも頼ればいいでしょう。おい、あいつを逃がすと面倒だぞ。かといってこの二人がここを素直に通してくれるとは思えんな。クーデターの首謀者は決して逃がさん。ふざけ、無質育ちの王女に私の計画を邪魔されてたまるか。無理はしないで。約束。ここで止めさせてもらうぞ。これで終わるわけにはいかん。やはり貴様らはこの星を蝕む。ここで排除する。できるもんならやってみろ。何よりはマシだ。警告、エネルギー残量。準備完了だ。ネオン、もう諦めなさい。ネオン、火星の火星では撤退するぞ。ネアン、もう諦めろ。何やってるんですか。ボロッボロじゃありませんか。いろいろな計算違いが起こった。皇帝陛下に怒られるのは任せましたよ。おい、何ごちゃごちゃ言ってやがる。逃がすと思うか。失礼しました。それでは我々はこれにて。まだ終わりじゃありません。混乱を収めなければ。レティシア様、この度の事態面目次第もございません。
良いのです。大佐がいなければネアンの策謀を止めることはできませんでした。それは間違いないが、状況は全く良くはなっていないぞ。もう、ミダスおじさんすぐそういうこと言う。ミダスの言う通りだ。今帝国に攻め込まれれば、王都は一日ともつまい。兵も率いる将校も何もかもが足りん。テオはレティシアを助けたんだし、処分を軽くすることはできないのか。敵国と通じ、王家に危害を加えたのだ。そんな男に率いられたいという兵はなかなかいまい。コトリス山に作られていたという研究所に出入りしていたのもテオとネアンだったそうです。赦免はとても不可能です。あのバカ。影響が小さかったのは理術管理員の理術死体くらいです。理術師がいるならフーガが使えるんじゃないか。あれはもともと理術師が使うために作ったものなんだろ。話にならん。お前この後に及んで。時間が足りんと言ってるんだ。ニルベスにあるレビタス席を船で取りに行ってまた戻って、戦闘隊員になる数のフーガに組み込んでいる間、帝国が指くわえて待っていると思うか。どれくらいの時間が必要なのですか。気休めは言わんぞ。今あるだけの機体を最低限動かすだけでどんなに急いでも3ヶ月はかかる。無理だ。バルダーから攻め寄せられれば3日ともたない。レティシア、フーガとは一体何の話をしているのだ。具にもつかない夢物語だ。気にするな。いえ、お父様とベルトランド大佐にもぜひ見ていただきたいです。メルティア委員長。そうですね。皆さん、理術管理員までお越しください。話はそこで。